リカルド・アブリルは、キューバのプロボクサー。元 WBA 世界ライト級王者、ヌエバ・ヘローナ出身。2005年12月9日、フロリダ州キシミーのキシミーシビックセンターで、カルロスペーニャとウェルター級4回戦を行い、4回、3から0の判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2010年10月19日、ホセレースと WBC ラテンアメリカライト級王座。 決定戦を行い、10回判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2010年12月10日、ミゲル・アンヘルムン・ギアと WBA フェデラテンライト級、王座決定戦を行い、5回 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2011年7月30日、コスタリカでフリオカマノと対戦し、12回3から0の、 判定勝ちを収め WBA フェデラテン王座の初防衛に成功した。2011年10月22日、パナマのパナマシティで元 WBA 世界ライト級王者ミゲルアコスタと WBA 世界ライト級暫定王座決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年4月14日、マンダレーベイイベントセンターで 元 WBA 世界ライト級王者ブランドン・リオスと王座決定戦を行う予定だったが、リオスがジョン・マレー戦に続き体重超過で失格となったため、アブリルが勝てば空位の正規王座に認定され、リオスが勝てば暫定王座も空位となるという条件で試合は行われ、1から2の判定負けを喫し暫定王座も空位になった。しかし専門家などからアブリルが勝ったという声が聞こえ、 後日 WBA で検証が行われ2日後の4月16日正規王座を空位のままにし、アブリルを暫定王座に差し戻すことを明らかにした。この試合を放送した HBO のスコアは117から111でアブリルだった。2013年2月28日、アブリルを空位の正規王座に認定し、同年3月2日のシャリフボゲール戦が初防衛になると、 WBA が発表した。2013年3月2日、ザ・ジョイントにて、シャリフ・ボゲールと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2013年11月10日、東京、両国国技館にて、WBA 世界ライト級3位のホルヘリナレスと2度目の防衛戦を行う予定だったが、同年10月30日に、 マイアミで調整していたアブリルがスパーリング中に右足首を負傷し試合を行うことが不可能になりアブリルのオスミリフェルナンデストレーナーの我々の目標はタイトル防衛だが今のところ不可能になったとの発言もあり試合中止となった2014年3月22日モスクワで WBA 世界ライト級4位のエドワルドトロヤノフスキーと2度目の防衛戦をする予定だったが 負傷した足首が悪化したため延期になった。2014年4月25日、モスクワでエドワルド・トロヤノフスキーと延期となっていた2度目の防衛戦をする予定だったが、今度はトロヤノフスキーが右手中指を骨折したため再度延期となった。2014年6月7日、モスクワのダイナモスポーツパレスでエドワルド・トロヤノフスキーと再延期されていた2度目の 防衛戦をする予定だったが、またも延期となり試合は中止となった。2014年9月20日、フィンランドヘルシンキのハートボールアリーナで WBA 世界ライト級12位のエリス・タトリと対戦し、12回2から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。フィンランドでフィンランド人の世界戦が行われるのは1962年8月12日に、 ヘルシンキオリンピックスタジアムで、オッリマキがデビー・ムーアに挑戦して、以来だった。2014年12月17日、2015年2月23日に、マンチェスターのフォンズ 4U アリーナマンチェスターで、アンソニー・クローラと3度目の防衛戦をする予定だったが、クローラが泥棒を取り押さえようとしたところ、逆襲にアイレンガで頭を殴られ頭,られ頭蓋骨と足首を骨折し、 試合は中止となった。2015年2月13日、同年3月6日に、リバプールのエコアリーナリバプールで、デリー・マシューズと3度目の防衛戦をする予定だったが、アブリルが感染症にかかり試合は中止となった。2015年4月10日、リバプールのエコアリーナリバプールで当初は、同年3月6日に予定されながら、延期となっていた。 WBA 世界ライト級4位のデディー・マシューズと対戦予定だったが、アブリルは病気が回復せず試合をキャンセル。WBA は防衛戦をキャンセルしたアブリルを休養王座に認定し、暫定王者のダーリー・ペレスを正規王座に認定した。2015年8月12日、WBA はアブリルから休養王座を剥奪した上で、ランキングから除外した。 2016年3月8日、リベーラエンターテインメントと契約を結んだ。2016年6月3日、ニューヨーク市クイーンズ区のリゾーツワールドカジノ、ニューヨークシティで、ジェリー・ベルモンテストライト級10回戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収めた。ありがとうございます。